We are Team 48の太郎です。アマリタです。オカワです。アミカです。エンです。エムシです。イエーイ。今回はですね、はい、ちょっと最近ユニバ行ってきて、え、なんと僕は皆さんのお土産としてですね、100ミミンズ買ってきました。イエーイ。ユニバのお土産といえばこの100ミミンズだと思うんですよ。どうせならね、みんなで食べようということで、今回はキキ100ミミンズをします。うわー。なんですけど、はい、今回普通のキキ100ミミンズじゃないんですよ。今回は20種類あるわけなんですよ、この100ミミンズって。その中に例えば石鹸とかすごい臭いやつとか苦いやつとかあったりするんですよ。まず一人はそれを食べます、はいはい、その人は何かわかるんですよ、その味がね。ただその人が当てるわけではなく、その食べた人の口の匂いで、はい、その種類を当てるまで変えられません。変えられません。お兄ちゃんがどれか変えられません。変えられませんじゃないの。まあ言うなら全20種類あるわけじゃないですか、はい、1個当てたら残り19種類になるだけなんで、今回は男性陣、はい、ちょっと待って、何ですか。今回は男性陣がそれをします。なんだ楽しみ。わめっちゃ楽しみ。何か買ってきた。待って、どういうことだよ。男女食べるか。そこだけお前ちゃんとしてるのも面白いわ。さすがリーダー、いい企画を持ってきた。さすがやわ。で、女性に、種類を選んでもらって、それを僕たちが当てるまで変えられません。早速ね、始めましょう。レッドコタミです。最初にコタツくんが食べるやつはこれです。てでーん。太郎、あの後で20種類のあれを渡されるんで、種類のフレーバーというか、それをまず僕の食べたやつを言ってください。最悪だよ。匂いフェチにはたまらない企画ですね。たまらなくねえよ。たまらなくて嫌だよ。じゃあいきます。はい。でもね、今の鼻なんか親とかじゃないか。これいきます。うん。もっと歯して、もっと歯して。いやもうだってあ、うん、オッケー。じゃあちょっと種類の方、これちょっと早速ちょっと当てましょう。これは多分レモンキャンディ。じゃあ今回僕が食べたのはレモンキャンディ。よっしゃ、よし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 。あれ、食べたくなかった。はい、今回ね、MC が選ぶ100ミンズはどれですか。いや、今回選ぶのはこれですね。こちらです。じゃあね、食べていきたいと思います。はい、味わってますね。結構いきます。はい。おお、オッケー。はい、覚えた。覚えました。めっちゃ甘い匂いでしょ。オッケー。今回の味が何だったか、はい、言ってください。今回の味はマシュマロ味。今回僕が食べたビーンズの味は綿菓子やった。わたがし、惜しい。ダーン。はい、ね、じゃあ私も決めてた。あ、そうなんですか、うん、こちらになります。だね、もう最悪。食べます。じゃあお願いします。来いや。いきます。うえうえうえ。やばい、やばい。でも臭いけどなんか分かったの気がする。いいですか、カメラに言ってください。若葉くんが食べたのはソーセージ味です。正解はソーセージ。やったー。すごいすごいすごい。くっさソーセージ。ほら、あの匂いの天才なんで僕。あ、アニやだ。どうする、どうする。俺が決めちゃダメなんだ。こちらですね、最悪です。美味しく食べてね。いきます。いや、うまい。あ、くっさ。いきますね。いきます。あー、はい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 。でも、うぅぅぅぅぅぅ。うん、わかった。なんとか耐えれる味だけど、うぅぅぅぅ。これ俺頑張ってやってよ。今回アマリザが食べたのはミミズ味です。僕はダメだろう。はい。ミミズ味。
じゃあ MC、 はい、僕に食べさせるものは何ですか。ですね、はい、こちらです。はい、無理無理。あ、でも色は美味しそうよ。はい、じゃあ太郎、地獄だ。いや、もう怖いねんけど。で、やめてないだろ。早く死ぬ、死ぬ前、死ぬ前みたいな。早く、いや、もうやれやれや。なにこれ。やばい、涙目になってきて。早く行きましょう。やばい、これほんまにごめん。ほんまにうってなんだよ。100まずいやつ、100まずいやつで、これは今回こたつが食べたビーンズは腐った卵味。今回僕が食べたのはミニアカーシュー。頑張ろう、頑張ろう、この壁を乗り越えて。はい、太郎ちゃん。はい、今回、えんちゃんが選ぶビーンズは何ですか。こちらですね。あー、もう、いやいや、早速食べていきたいと思います。はい。あ、でもいけそうですね、なんか。ん、え、ババヌルイ風来てるだけですよ。え、やばい。なになになに、怖い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 。お、甘っ。え、また甘い。はいはいはい。なんかチェリーとかね、ブルーベリーみたいな匂いしたんですよ。あんま自信ないですけど、ブルーベリーやと思います。今回僕が食べたビーンズの味はブルーベリー。やばい、もう分かれ、分かんない。当たった当たった当たった。すいません、よかった。バクン。はーい、はい、今からバー君に食べてもらうのは、はい、これでーす。はい、はい、じゃあこれをこれね、あまりにやってもらいましょう。いきまーす。パッといきましょう。もう俺は信じてんの。はい、いきまーす。アミカロタって言ったの。濃いやん。あーあー、もう一回。素晴らしい、いい匂い。 OK ですか。はい、大丈夫です。あ、若葉が食べたと思うグミは、はい、バナナ味です。大正解。よっしゃ ー、 おい、すごい、今のバナナの匂いがすごい強かったんで。マジか。次 MG。 はい、やばい。次私が食べさせるのね。あ、そう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 、こちらですね。じゃあ、はい、どうぞ。はい、じゃあ、ありがとうございます。それでは、食べたいと思います。いいですか。うん、あー、うわ、めっちゃこれ、ちょ、待って、ちょうだい。あ、これ分かったかも、俺。へぇ、飛びそう。はい、OK です。今回、アマリザが食べたグミ、はい、青リンゴ味です。正解は青リンゴ味だ。これは結構分かりやすいよ、匂いがね。あれ、幸せだったぜ。よっしゃ、さすがリーダーだ。合わせろ。はい、あなたが食べるの、これ何その気持ち悪い味。もうえって俺ばっか。こちらになります。はい、太郎。なんか嫌な予感すんだけど。大好き、いくよ、いきます。やが飲みさせる前はもうそれで。もう怖い。うん、わかりやすい、これは。けど、まだマシじゃない。まだマシ、前のやつより。でもなんかこれは分かりやすいわ。嘘、これ分かった、これ絶対分かった。これ今回ね、スパイシーな香りしたんですよ。これス
スパイシーで超し香辛料みたいなね、ね、なんかブラックペッパーっぽい味がした。これは絶対に黒胡椒。その通りです。やったー。アミカが食べてもらうな。こちら。これでーす。いけた？これを誰が食べるの？俺が食べるんだよ。あ、誰が食べるんだ？バカバカ。お、はい。バカバカに日本でもらいましょう。いや、バカバカ。はい。俺ももう帰りたいよ。もう怖い。はい、握ってもらっていいですか？オッケー。怖い。はい。めっちゃ嫌。あ、でも。いけそう。リアクション的に。まだいけそう。じゃあ。はい、お願いします。ちょっとどういった人なんですか？なんていうんですかね、手洗いし、あのハンドソープみたいな匂いしたんで、石鹸やと思います。正解は草です。いい草。あ、やだやだ。ごめんなさい。はーい、ば、はい、今回私が選びましたのは、はい、先ほどばあちゃんが間違ったこちらですね。見えますか？先ほどお間違いなさった。最悪やな。バチ、バチ当たった。食べていただきましょう。バチャお願いします。はい、いただきます。いや、普通やらわん、ありゃ。これさ、俺は信じてもだったんでしょ。お前も信じろぜ。食べた？いわー、はい。いや、もうそれしかせえ。匂いが、匂いがそれしかせえ。俺、実はこれ結構好きなんですよ、今回。もういいよ。もう絶対当てれる。お、自信しかない、ほんまに。中学の頃何回食ったか、グミビーンズ。うん、いける絶対。迷いなしで一択ですわ。言っちゃってください。今若葉が食べたのは石鹸味です。大正解。あーじゃあすごい、うん、すごい。俺えいちゃんだよ。はい、今回ね、あー、なになに食べさせるものは、うん、こちらです。うわー、こちらになります。マジか。はい、どうぞ。食べます。うえっ、わかんやん。うえっ、俺さ、匂うのも地獄、食べるのも地獄。俺せめ、いいやつやね。うえっ、レモンキャンディーぐらいやで、ほんまに。うえっ、他もう全部、もううんちみたいな匂いしてるから。やっべ、これやばい。早く、じゃあ、いきます。え演技してる、その上って。えめっちゃいい匂いするね。ちょうだい。え、めっちゃいい匂い。え、ちょ、冗談抜きでこれマジでいい匂い。もう、うん、いい匂いしかないわ、ほんまに。どうぞ。じゃあ今回、はい、あまり坂食べたのはちょっと裏を読んで綿菓子。正解は綿菓子味です。もう何を楽しみてんの。マジでびっくりしたわ。さすがもっちゃんやっぱ演技って分かってくれてるやん。もうリーダーチュギー急にするな。はい、やみかん。はい、お願い。今日は何を。めっちゃおいしいの。めっちゃおいしいの。めっちゃおいしい。見る。はい、何これ、何だと思う。これね、あのね、めっちゃおいしくないの。おたつくん多分ちっちゃい時によく食べてたと思うの。ちょ、俺何食べとったん。ディリン。あら、おいしそう。いきます。じゃあ早速食べていきたいと思います。はい。うわぁ、またなの。またなの。うわぁ、
臭い臭い臭い待って顔落ちてくる、もうもう臭い食べ物だぜ。今回こたつが食べたビーンズの味は絶対土、その通り。うるさい土。青。青。じゃあ俺茶色。何もない。何もないよ。こたつ土。やば。ちょっと待ってよ。いや、ゲロ味、鼻くそ味、耳垢味、腐った卵です。もうどれを食べても地獄です。どれを匂っても地獄です。行きましょう。あっ、この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。とりあえず今日はここまで。 We are Team 4A。